えー、それでは今日の学びを進めていきたいと思います。今日はですね第1回目です、えー。最初にレントの意味についてそして今週の、えー、今年のレント集会のテーマについてお話をしたいと思います。えっ、ー、とレントはですねどういうものかってことをまずお話したいと思うんですね。えー、レントはイエス様の苦しみに目を留めて 目を向けて過ごす40日間です。イースターまでの間、40日間、日曜日を除く40日間、えー、節制をして、振り改めをして、二言葉を味わって、そして、えー、奉仕をして過ごすことに伝統的に、えー ききを置いて教会は歩んできました伝統的にはですね特に断食に目が留められていましたですから今でも、えー、レントの期間中はアイスクリームをやめますとかですねお肉を、えー、食べませんとかですね、えー、野菜しか食べませんとかそういう方々も時々いらっしゃいます、えー、時代によってです、ね、夜は 食べますけど昼間は食べませんとかですねそういう議題もありましたでもですねこれ2年前に学んだことではあるんですけれどもそういう断食に,重,に重きを置かれている中で何が起こったかっていうと抜け道を探すことが始まったんです例えばこの鳥は魚であるということが言われるようになっていきました、えー、豚や、えー、この牛は食べないけれども 羊も食べないけれども、えー、鳥は食べていい鳥は魚だからそういうことを言う人が現れましたまたたくさん献金をした人は食べていいそういうことも起こってきましたどうしてもまあ、イエス様の時代のパリサイ派の人々がそういう問題を持っていたのでありますけれども教会の歴史の中でもこの戒律というのができるときにその戒律の どこ,どこで線を引くかそれがすごい問題になりますどこまでは許されるのか、どこまでは断食なのか、どこから断食じゃないのか、本当にイエス様のことを思いながら、イエス様の十字架の苦しみを思いながら過ごしていこうという、このレントの本当の意味が消えてしまって、いつの間にか、 どこまでが正しくてどこからがダメなんだという線引きにエネルギーが使われるようになっていきました。人々は抜け道を見つけるようになっていきました。ですから私たちはこのレントの意味を再発見しなければならないと思わされています。そして2年前にレントの再発見ということで学びをいたしましたけれどもイエス様とのより深い関係。 イエス様とのより親しい関係を求めていくのがこのレントの時なんだということ、レントの時なんだということを、えー、学んだわけですね。そしてイエス様との親しい関係を通して私たちは愛の行いに出ていくんだ、そのような方向性を持っているのがレントの期間なんだということを、えー、学んだのでありました。 そのような前提の中で、えー、今年も学びを進めていきたいと思っていますこのエントの時間,期間を通して私たちがイエス様にさらに近づけられてそしてそのイエス様との親しい関係を与えたものとしてこの世の中に出ていくあ人々に仕えていくそのような方向性を持っていなければならないと思っています。 で今年はジュナン州からのメッセーージとということでテーマを決めました、えー、ジュナン州から私たちがメッセージを聞いてジュナン州に起こった出来事から、えー、そ,のそ,のその出来事に込められたイエス様の身の思いに心を向けながらこのメッセージを受け取って私たちはそのメッセージを持ってこの世に出ていくんだ。 ってことこをです、ね、あのお話ししていきたいなってことを思っているんですけれどもすでに今日1回目からですねあのちょっと反省をしています私は。というのはですねあの私たちがなんか真空の中で、まあ、教会の中で真空の中で個人的に神様からメッセージをいただいて。 それを持って世の中に出ていくってそれでいいのかなってことを思ったんですね。というのはあの本当にそ,そ,うそうでいいのかなって私たちはこの教会の中で、えー、この、ま、社会からき切り離されてるわけじゃないですけれどもでもこのある意味でこの、えー、世の中に出ていくためにこの教会で準備をしててそれでいいのかなってことですね。あの方向性として 私たちがこのコミュニティの中に生きている教会として、コミュニティの中で歩んでいる教会として、メッセージを聖書から聞いていく。だから、まずコミュニティの中に生きている教会として、メッセージを聞いていくことがもっと大切なんじゃないかなってことを思ったんですね。まあ、おとですねあの、イザベラに行ってきました。えー、4人と。 あの方々が、ね、来られて、まあ、私と合わせて5人で集まりを持ったんですけれどもですね皆さんに一言ずつ「いかがですかいかがですか?かすか」って聞かれたらですねやっぱ本当に戦いの中にいらっしゃる体全身が痛いんですけど本当に全身が痛いんでお祈りしてくださいどうしていいのかまたね本当に毎日痛いんですそういうふうにおっしゃる方もいらっしゃるわけですねその中で本当にこの私が イザベラに行く前に御言葉を聞いてあこれを今日はお話をしようというふうな姿勢でいいのかなってことを思わされたんですよ。本当にそのイザベラでお会いする皆さんと一緒に聖書を読むイザ,イザベラでお会いする方々とまあ親子クラスだったら親子クラスで、ね、親子クラスに来られているもうおお子ども お子さんたちのことでもう本当にいっぱいいっぱい煮詰まってしまうこともあるようなお母さんたちの現実の中で御言葉を読んでいく御言葉を聞いていく戦争が起こっています本当に爆弾が飛んでくるような現実の中で御言葉を聞いていくそれがもっともっと私たちは考えていかなきゃいけないことなんじゃないかなってことを 思わされたんですねですから、まあ、あのそういうことも思いながらですすねあの御言葉を味わっってていいいきたいと思っています本当に私たちはこの世から離れたところで御言葉を味わっていく聞いていくのではなくて本当にこの,世のこの世の戦いの中でこの世の困難の中で痛みや涙の中でだってイエス様は本当に私たちのところに来てくださって私たちと同じところを歩んでくださったわけですよね。 私たちの痛みや悲しみやその当時のね社会の中で痛みや悲しみの中にい,らいる方々と共に歩まれたんですよねあの座界もそうだし修繕人あのまた買収婦もそうでしたけれども世の中でつまはじきにされているような歩みをしている人々を招いてその方々と一緒にその人々と一緒に歩まれて 福音を語れたわけですよね私たちが本当にこの現実から決して切り離されてはいないと思いますけれども距離ちょっとした距離を持って自分の生活自分だけのこの殻の中で見言葉を味わっていくそれを超えて本当に 私たちが歩んでいる現実の中で私たちが出会う方々のこの人生を覚えながら共に歩んでいく中で御言葉を読んでいくということがもっともっと大切なんだろうなってことを思わされています。ででも今年の御言葉ですね本当に伊勢五52章7節にあるように良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって何度美しいことか平和を告げ知らせ 幸いな良い知らせを伝え救いを告げ知らせあなたの神は王でおられるとシオンに言う人の足はこのイエス様の福音を神様からのメッセージを伝える人の足は平和のメッセージイエス様こそ王なんだというこのメッセージを伝える人の足はなんと美しいことか。 この御言葉を与えられています。本当に私たちこの十十難週の御言葉、十難週の出来事からメッセージをいただいて、この福音を語って生かしていただきたいと思わされます。十難週最後のイエス様が十字架に書かれた最後の一週間でありますけれども、えー、日曜日から日曜日、えー、この大体 あのちょっとわからないところもあるんですけどどい大体こうであっただろうと言われているこの出来事を曜日ごとに、えー、当てはめてみました。日曜日がエルサレムに入った日、えー、この月曜日に書いてあります、三宅嫁は、ですねこれは日曜日だという可能性と月曜日だという可能性があります。まあ、おそらく月曜日、えー 入ってすぐって書いてあるのがある,あるので日曜日だろうというのもあるんですけれども翌日例えばマルコなんか翌日って書いてありますのですぐ、まあ、翌日でもすぐっていうふうに他の福音書が書いた可能性もあるので、まああのー、月曜日というふうに理解していいと思いますけれども火曜日が「論争とのの終わりの予言ですで水曜日が油をイエス様に油が注がれた」というところですね。 木曜日が最後の晩餐とゲッセマの祈り、えー、イエス様が弟子たちの足を洗ったのもこの木曜日ですね。金曜日、えー、グッドフライデーでありますが、ペテロがイエス様のことを3回知らないと言って、裁判が、えー、行われて、そして十字架、ごめんなさい、復活と書いてありますが、これ、葬りですね、えー。十字架があって、そして葬られたのが金曜日であります。そして土曜日が、えー、安息日。 安息日はイエス様は墓の中におられ,れたわけでありますが日曜日は復活の日であります。これが柔軟宗の1週間の出来事でありますが今日はですねマタイの21章の1節から11節までを通してエルサレム入場の出来事を読んでいきたいと思います。えっ、ー、とマタイによる福音書の21章1節から11節です。 聖書手元にある方は、手書を開いてください、えー。ない方は聞いててください。聖書はですね、えっと、えー、手元にないという方は、アプリで、えー、ダウンロードできますので、えー、手元にお持っていてくださるといいと思います。マタイの十二十一章一節から十一節をお読みいたします。 さて一行がエルサレムに近づいてオリーブ山のふもとのベテパゲまで来たその時イエスはこう言って2人の弟子を使わされた向こうの村へ行きなさいそうすればすぐにロバがつながれていて一緒に転ばがいるのに気がつくでしょうそれをほどいて私のところに連れてきなさいもし誰かが何か言ったら主がお入り用なのです と言いいなさすすぐに渡してくれますこのことが起こったのは預言者を通して語られたことが成就するためであった娘シオンに言えミオあなたの王があなたのところに来る柔和な方でロバに乗って二度バの子であるコロバに乗ってそこで弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにしロバとコロバを連れてきて 自分たちの上着をその上にかけたそこでイエスはその上に座られたすると非常に多くの群衆が自分たちの上着を,上着を道に引いたまた木の枝を切って道に引く者たちもいた群衆はイエスの前を行く者たちも後に続く者たちもこう言って叫んだ ホサナ・ダビデの子に、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、ホサナ・イエスがエルサレムに入られると、都中が大騒ぎになり、この人は誰なのかと言った。群衆は、この人はガリラヤのナザレから出た預言者、イエスだと言っていた。ここまでで。 ありますこのイエス様が、えー、十字架にかかる1週間前、えー、パームサンデーでありますけれども日曜日にですね、えー、人々が「ホサナホサナと言ってですね白の葉を振って迎える中イエス様はエルサレムに入られました。その イエス様がエルサレムに入ったという出来事の中で特徴的なことは、イエス様がロバに乗って入られたということです。ロバに乗ってエルサレムに入られた。これがもう決定的に特徴的なことで大切なメッセージです。イエス様はロバに乗って、えー、エルサレムに入ったんですよ。 これはですね、どこに書いてあるかというと、この書いてあるかというと、このね、えっと、五節に書いてあるね、この言葉であり、えー、娘にえ、ンに入え見よう、あなたの王があなたのところに来る、柔和な方でロバに乗って、二度場の子であるコロバに乗って、このように書かれていますけれども、このですね、えっと、予言はどこに書いてあるかというと、旧約聖書の ゼカリア書というところの9章の9節から10節です。えー、で、旧約聖書の一番後ろの方で、マタイによる福音書のちょっと前に、ゼカリア書っていうのがあります。そのゼカリア書の9章の9節と10節こういうふうに書いてあります。ちょっと読みますね。ありましたゼカリア書。ありました ?9 章。 9節から10節娘シオンよ、王に喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。儀なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って。メロバの子であるロバに乗って。私は戦車を得るエフライムから、軍馬をエルサレムから耐えさせる。戦いの指も立たれる。彼は諸国のために平和を告げ、その支配は、 海から海へ、大河から地の果てに至る、えー、このように書かれていますけれども、えー、平和の君として来るんだ、平和の王として来るんだというのが、この予、えー、言ですね、ゼカリアの救い主の予言、えー、でありますけれども。 ロバに乗ってエルサレムに入る。普通はですね、群馬に乗って入るわけです。エルサレムに、えー、軍馬に乗ってラッパを鳴ら,せ鳴らして、この兵隊を従えてエルサレムに入っていくわけです。それは力を見せつけるためでした。群馬に乗ってエルサレムに入るということは、自分が全イスラエルの支配者である。私こそが この全イスラエルを支配するものであるということを宣言することであります。そして軍馬は軍事力の象徴であり、自分は強いものであり、従わないものは滅ぼされるんだ。このことを表しているわけですね。力による支配、力による平和。皆さん、平和を求めるならば、 この戦争の備えをせよとて言葉は、ね、最近、なんか時々聞きますね。あの聞いたことありますあの戦い平和を望むなら戦いの備えをせよ、ね。戦いなしには平和はやってこない。本当に平和というものは軍事力で勝たなければ敵,敵をああの敵の、ね、じあの敵敵ねをやっつけないと本当の平和って来ないんだよ。だから あの軍いやその戦いの備えをしろとそういうふうにこの言われているわけでありますけれどまさにですねこの人々が黙らされて守られている平和これが、まあ、世の中一般の平和であります。えーね、世界第二次世界大戦の後ずっと、まあ、平和だったのかどうか分かりませんけれども戦争がなかったのはやっぱりアメリカが強かった。 ソ連が強かった他の国々はその言うことを聞かなきゃいけなかったあるわけですよでもその間に人々の憎しみはどんどん内側に募っていったわけじゃないですかだからその後に混乱した時代がやってきたわけですよね世の中の平和というのはそういうもので本当に力によって抑えつけられる平和でありこの力があるから歯向かうと自分が危ないから と守られている平和でいますその,その象徴が軍馬に乗ってエルサレムに入る今ねあの軍事パレードなんかもそうですよね軍事パレードなんかも俺たちはこんな武器持ってるんだぞってこうやって表すことによって周りの国々に攻め込まれないようにしよういいか悪いかは別としてそれが世の中のこの歴史の中で ずっと私たたちが経験してきた平和ですよローマ帝国の支配のの中にありましたローマの平和という時代がこのあとやってく、あのまあ、イエス様の時代もそうだったわけでありますけれども、イエス様の時代からもうちょっとあと、えー、の間ですね、しばらくの間、ローマの平和という時代がありました、パック,ックスローマーナと言われて、この、えー、ローマの支配,が支配力が本当に強くなって、ローマがあまりにも強くなったから平和がやってきた。 そういうふうに言われていますそんな世の中の常識の中でイエス様はロバに乗ってエルサレムに入られたんです本当に今日私たちが注目すべきメッセージはここにあると思いますイエス様は世の中が当たり前のように持っている平和 の考えに対して全く違うアプローチで平和を私たちに与えようとしていらっしゃいますそれは使えるものとして人々に使えるものとして歩まれた王としてイエス様はこの平和の王のとしてのご自分を表されました もう一つ、このロバはね、ロバは本当に使えるものの象徴であり、労働力の象徴であり、本当に人々に使えていくことの象徴です。もう一つは、この乳和なものって書いてありますが、この乳和というと、ね、私たち優しいとか、そういう感じで考えるじゃないですか。でもですね、この乳和という言葉は、貧しい、弱い、苦しめられた、踏みつけられたという意味の言葉であります。 旧約聖書は何回も出てくる言葉ですけれどもほとんどが貧しいとか弱いとか苦しめられているそういう言葉です積極的な意味で使われているところは本当にこ,ここだけかなも,もう1箇所あのモーセが乳話だったって書いてあるそ,そこもあのこの言葉が使われているのでまあこことそ,その箇所と2箇所だけかなと思いますがそのモーセのこともそうですしこのイエス様のところももしかしたら 踏みつけられたものという方が正しいのかなって思ったりしますねモーセはモーセほど踏みつけられた人はなかった本当にそうだなと思いますねモーセは本当にまあいろいろ言われましたモーセほど踏みつけられた人はいなかったまたこの この,こ,こ,の箇所この箇所もですね、柔和な方でっていうふうに訳すこともできますけど、訳した方がいいって多分ね、あの伝統的に思われてるとは思うんですけれども、でも、ここもですね、踏みつけられた方っていうふうに訳しても、ちっともおかしくない。逆にそういうふうに訳した方が、このあとやってくるイエス様の十字架を暗示するものになるのではないでしょうか。 あなたの王様、その王様は踏みつけられる王なんだよ。皆さん、私たちは踏みつけられるなんてのは王様にはふさわしくないと私たちは当たり前のように思います。踏みつけられた方が王様になる、そんなことは考えられないと思います。だから本当に自らへりくだったって言い方の方がしっくりくると私たちは思うわけです。 でも本当にそうなのかイエス様は人々に椿をかけられ踏みつけられて罵られて王様にはこれがぴったりだって茨の冠をかぶせられて頭をポカポカ叩かれて椿をかけられて本当にこれ以上の侮辱があるだろうかという侮辱を受けられましたしかしそれを通して イエス様は私たちの王になり私たちに平和をもたらしたのであります。だから私たちが本当に今日私たちがこの世界に対してこのコミュニティに対して人々に対してこの戦、ね、力同士の戦いが起こっているようなこの戦争の世界の中にあって本当にこのイエス様がこの受難衆のこのこの エルサレムに入っていかれたイエス様が表されたメッセージというのは、ものすごい大切な、まあ、アンキテーゼと言ったらいいでしょうかね、この世の中に対する挑戦であったということができるのではないでしょうか。踏みにじられた者として、平和の王となってくださったのであります。2番目の ポイントにしたいと思いますが、イエス様によって与えられた平和ということであります。イエス様が十字架に書か,かれたときに、私たちと神様との間に平和が与えられて、罪が許されて、本当にイエス様が踏みにじられたことを通して、あの十字架を通して、私たちと神様との間に平和が作られて、そして私たちの心の中に平和が与えられて、それによって、 生まれていく平和、それをイエス様は与えてくださっているのであります。あの平和って歴歴史的にこの世の中にはあの歴史の中であの平和と呼ばれるものは大体は戦争がない状態で争いがない状態です。波風が立たない状態が平和であります。そして多くの人間関係の中でも。 誰かが我慢することによって保たれている平和がどれだけあるかと思います。心が乱れているんだけれども、表面的に平和を守っていく。自分が我慢すればいいんだと。自分の我慢を通して実現する平和。それがどれだけ多いかということを思わされます。えー、私も恥ずかしい話ではある。恥ずかしい。 恥ずかしいと言わなくてもいいのかもしれませんが言、ね、うのがはば,かはばかられるような話でもあるんですけれどもあの去年の秋にそのセミナーに、ね、あのカンザスのセミナーに行ってこのそこで学んできたことのなな中でいろんなあの、えーま、性格っていったらあの傾向性っていうのがあって何、えーえー、ですか改革者的な人とかですねあの 忠誠、えー、を使う人とかですね、あのー、周りの人を盛り上げる人とかいろんな人がいるわけですよ。でここ9つの類型がある中で、えー、私はですねあの調べてみたら自分はピースメーカーだったピースメーカーいいじゃんって思ったりす,するかもしれませんがこのピースメーカーはちゃんとその説明を読んでみると本当は 納得してなくても争いを避けて身を引いてそして問題に対処していかないで自分が我慢すればいいと思ってでも心の中には納得しない気持ちも 持ち続けるそういう傾向性があるんだというのが出てきて、もう結構ですねあの、恥ずかしくなる、そういうのを見る。まあ、だけど皆さんあのや、やられるとあの、これ、いつか皆さんとその学びをしたいと思ってるんですけれども、やられるとですね、皆さん、多分、自分の,あの、ね、ポジティブな面だけじゃなくて、それのネガティブな面にせつけられてですね、皆さん、多分あの、認めるの恥ずかしいなと思うようなことがたくさんあると思うんです。私もそそうです本当にああそうか まさにイエス様が私は平和をもたらすために来たと思うな平和を壊すために剣を投げ込むために来たんだとおっしゃいましたそっちの方の壊されなければいけない方の平和を自分は大切にしてきたのかもしれないなと思わされたんですね我慢してなんとかキープしている平和 自分であるかもしれないしまた他の誰かであるかもしれないけれども誰かがキープして、えー、我慢することによってキープされていく平和それで私たちは世の中の平和はそんなもんだよと人々は言うかもしれませんけれどもイエス様が与えようとしている平和はそういうものではないのであります イエス様の平和はそういうものではなくて、イエス様が与えようとしている、イエス様が平和の王として、私たちに命を懸けてもたらそうとされた平和は、そういう平和ではなくて、私たちの内側から与えられて、私たちが神様との関係で平和を与えられて、 私たちが神様の前で本当に平和に満たされてその平和が周りにあふれていくことによって周りの人との関係間でも築かれていくような平和なのだというのでありますそんなことを思うとあのピリピの4章の6節から7節の言葉がまた生き生きと私たちにあの響いてくるなと思いますね。 フィリピの4章の章節節から7節です何事も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。 私たちが我慢して言うべきことを言わないでこの守っている平和それで満足しているのではなくて重い患いがおお起こってきたときにそれを我慢しないでまず神様に訴えなさいよって言うんですよ。そして まず神様との愛関係でこの全ての理解を超えた神の平安私たちが分かろうと思ったって分かりやしない他の方法で何とか、えー、想像してみたところで想像なんかできないような神様からの平和が与えられますよそこからが勝負だって私たちが本当にイエス様によって 我慢してていくくんじゃなくてイエスは神様のの前にに訴えてて神神様様持ち出して神様から平和をいただいて神様から満たされて神様による平和,の平和によってこの納,納得してって言ったらいいんでしょうかね本当に神様との関係の中で答えをいただいて平和をいただいてその平和を持って出ていくことによって築かれていく平和を私たちは。 与え,られてるんだえ今年の聖私のあ今年今年の教会のね与えた聖書の御言葉ば2行目にも「平和を告げ知らせる」って私たちは平和を与えられてるんだそれはですねいやもうちょっといろいろあるかもしれないけどお互いちょっと我慢してなんとかうまくやっていきましょうよそういう平和ではなくて 本当に私たちいろいろ戦いあるかもしれない問題もあるが神様のもとに持ってって神様から与えられる平和をいただいて平安をいただいてそれを持って出ていくところに与えられる平和それを私たちは与えられているんだってそこそ,のそれを持って私たちはこの世界に出ていくんだそのようなものでありたいと思わされますね3番目のポイントに進んでいきたいと思います えー、今お話したようなことで、えー、繰り返しになりますけれども、平和の使者としての使命を持っていきます。えー、私たちは平和の使者としての使命を与えられているんだって。イエス様によって与えられる平和を持って私たちは出ていくんです。イエス様が平和の王としてこの世に来られて私は人を黙らせて、 平和をもたらす王ではなく人々に仕え自分の命を与えることによって踏みつけられることによって人々に平和をもたらす神様との平和をこのもたらす王としてきたんだというこのエルサレム入場のメッセージは本当にまず私たちが神様からイエス様からこの神様との平和を与えられて そしてその上で、周りの人々との平和を求めていく、周りの人に合わせていくのではなくて、周りの人々を愛し、周りの人々に仕えていくことを通して、本当に内側から溢れていく、神様の当に問題を持っていって、神様から答えをもらっていく中での平和を伝えていく、その使命を与えられています。現代の社会、 本当に戦いいがあちらこちららここで起こっています。そんな現実の中でこんなイエス様のメッセージって何の意味があるだろうかって思いますか一発爆弾が落ちたら何百人と人々が犠牲になるそういう現実の中でこのイエス様のメッセージって「平和のイエス様が平和の王だ」って しいと思いいますかいや一発の爆弾核爆弾だったら何十万人って人々が犠牲になる一発でそのような時代の中でこのイエス様の平和のメッセージってなんて無力だと思いますかでも考えてみればイエス様の十字架こそが一見権力の前でイエス様が無いかに無力だったかってこの音を 表すものでではなかかったでしょうかユダヤ人の指導者たちの力ユダヤ人の指導者たちはイエスを抹殺したいと思いましたもうこいつ邪魔だ人々イエスについていくこいつ本当にもう困ったもんだ殺してしまおうユダヤ人の指導者たちはイスカリオンってのユダを買収して そしてイエス様を捕まえて十字架につけましたローマ帝国の力いやユダヤの指導者たちなんかに比べても,もうローマ帝国の力めちゃくちゃ強かったですねユダヤ人の指導者たちは自分たちで試験することできないからこのローマ帝国のもとにイエス様を持っていくわけでありますでねそこであのいやいや あのローマ皇帝こそ私たちの主ですなんてあの指導者たち言うじゃないですかもう本当に愚かな愚かなことでありますけれどもでもローマ帝国から見るならばこのねあの地中海のローマとか中心からするならば本当に田舎田舎の田舎の田舎にある国の中でごちゃごちゃ人が騒いでると。 その、なんか騒いでる人の一人のリーダーと言われるような人を捕まえて、これがユダヤ人の王だって言って、頭に茨の冠かぶらせて、おお前たちお、本当にお前バカだなって言って、かパ,パ,パカスカ叩いて、そうやってバカにしてイエスを処刑する。いかに人を苦しめて、苦しめて殺すかという処刑の方法、十字架をこの使って、この、 イエス様を見せしめにして俺たちに逆らうとこうなるんだぞって見せしめにして十字架につけたのでありますローマ帝国の力からするならばユダヤ人の指導者たちの力からするならばイエス様ってなんて無力なんだろうかってことを表すものが十字架そのように見えたでありましょうでも歴史が証明しているのは このイエス様の十字架こそ、そこにこそイエス様の勝利が隠されていたのであります。神様の方法は、一人また一人と、イエス様の十字架の愛によって捉えられていく者たちが一人また一人と起こされていって、世界がひっくり返されていくという、そういう方法による平和であります。 そのイエス様のこの十字架の力は昔は意味があったけど今の時代は爆弾の前で意味がないと思いますか本当にこのイエス様の福音の力こそイエス様の十字架の愛の力こそイエス様の十字架の 命を与えてくださって命をかけて私たちのために救いの道を開いてくださったこの十字架の力こそこの今の時代にも私たちを作り変え周りの人々を作り変え一人また一人と人々を作り変えて私たちに平和をもたらしてくださる力なんだってこと本当に 信じ伝えていこうではありませんか本当にそのことを自分自身経験させていただきまた周りの人々との関係の中でも経験させていただこうではありませんかまた本当に周りの人々に伝えていこうではありませんかここにこそ平和があるんだって。ここにこそ 本当に私たちの内側から始まる平和こそ、本当に私たちを作り変え、この世界を作り変えていく平和なんだと、その力なんだということを伝えていこうではありませんか。私たちはその使命を、その福音を伝えていく使命を神様から与えられていくことに思わされます。えー、今,し今年のレント集賀のテーマ。 週からのメッセージであります本当に最初に申し上げたように、自分に対するメッセージで終わらせないで、これを持って私たち社会に出ていく。また社会の中で周りの人々と一緒にこの福音のメッセージを聞く、そのような歩みをさせていただきたいと思わされます。一言お祈りをいたします。愛する天のお父様。 ありがとうございます。このようにして、えー、私たち、本当に今年もレントの学びを持つことができること、心から感謝いたします。お一人お一人を励まして導いてくださったことを感謝を申し上げます。神様、本当に、えー、私たちはこのレントの期間、あなたからのメッセージを聞いて、そして自分たちで終わりにするのではない、このメッセージを持ってこの世に出ていくことを。 私たちの使命として受け止めています。どうかしよう。私たちにあなたが与えてくださったメッセージ、神様、持って行かせてください。本当に語ってくださって。 私たちがあなたから頂い,いたメッセージを語っていくことができ、また私たちがその出ていった先で、また人々と共にあなたの御言葉を聞いていくことができるように、あなたの御声に耳を傾けていくことができるように、助けてくださいますようにお願いをいたします。この地域に本当にあなたを必要としているたくさんの方々がいらっしゃいます。どうか私たちをそこに送ってくださいますように、出会いを与え、神様使えることを、共に歩むことをさせてくださいますように、お願いを申し上げます。 神様あなたに待ち望みますイエス様のお名前によってお祈りを申し上げますアメン